今回ご紹介するのはシルキーピックスデベロッパースタジオプロ10から搭載された合成機能についてご紹介いたします。皆さん合成機能という機能をよく聞くかと思いますが、ここでは高解像度を実現するシルキーピックスならではの合成方法についてご紹介いたします。まずはこちらの写真をご覧ください。こちら2枚の写真が今表示されておりますが、それぞれ拡大して表示してみると、上の写真はこちらノイズの多い写真になってますね。で、下の写真はノイズが少ないクリアな写真となっております。実はこの2枚の写真は撮影時のカメラの設定は同じになっております。合成したかしていないかの違いになっておりまして、上の写真は ISO 感度 25,600 で撮った1枚の写真で、下の写真は ISO 感度 25,600 の写真を24枚合成した写真となります。合成することでここまで、ノイズを減らして、綺麗に仕上げることができます。ノイズは写真ごとに、ノイズの配置が違いますので、このように、いくつか写真切り替えて表示してますが、ノイズの出方がそれぞれ違いますね。なので複数枚重ねることで、ノイズが出ている部分と出ていない部分を重ね合わせていき、ノイズが目立たなくなっていきます。合成枚数が多ければ多いほどノイズが緩和されていき、綺麗な写真に仕上がっていきます。この画像は、合成する枚数ごとのノイズの出方の、比較になっています。合成枚数が多いほどノイズが少なく、なっているのがお分かりいただけますね。このように撮影時は ISO 感度 25,600 で撮った同じ写真を複数枚合成していくことによってノイズの少ない画像にすることができます。この機能により手持ちで撮影した夜景写真も綺麗に仕上げることができます。一般的に夜景写真の撮影は三脚を使って低感度でもブレないようにノイズを少なくして撮影します。しかし三脚が使えないようなシーンや持っていかなかった時は感度を上げてシャッター速度を速くしブレないように撮影しますよね。そうするとその分ノイズも多く出てしまいますので、そんな時に役に立つのがこの合成機能です。高感度で連写して複数枚写真を撮っておき、後でそれを合成することで先ほどの作例のようにノイズを少なくすることができます。ここからは実際の合成方法も合わせてソフトを立ち上げてご紹介していきたいと思います。はい、ではこちらシルキーピックスの画面となりまして、こちら手持ちで高感度撮影した夜景写真ですね。でこのように連写して複数枚写真を撮っておきます。一枚一枚は高感度にしてシャッター速度を上げて撮影しているので、やはりノイズの多い写真となってしまいます。これらを合成をしていきます。まずサムネイルの状態で複数枚選択していくんですけれども、画像を選択するには合成したい写真をキーボードのコントロールキーを押したまま合成したい写真をクリックしていくと枠がついてきまして、これが選択されている画像になりますね。もしくは並んでいる写真を選択したい場合は最初に1枚選択して、で最後にキーボードのシフトキーを押したままクリックするとその間の画像が全て選択されます。で選択が終わりましたら、ここでツールバーにあります選択コマを合成、こちらを押していただくと選択コマを合成ダイアログが表示されまして、でこちらに合成方法とありますね。ここで合成モードを選択します。今回は多重露光の夜景、こちらを選択します。これは夜景向けのノイズ除去や彩度、黒レベルを重視した夜景をきれいにするための合成モードになりますね。でここで重要なのが手持ち撮影時の位置ずれを補正する、こちらはどういったものかといいますと、手持ち撮影だと三脚とは違い微妙に構図がずれて撮影されてしまいます。先ほどの手持ち撮影時の位置ずれを補正するというチェックマークを押さないで合成したものがこちらですね。拡大してみると、輪郭がずれて合成されてしまって綺麗に合成がされていません。このずれを合わせてくれるのがシルキーピックス独自の技術として画像位置点検出技術というものがあります。この手持ち撮影時の位置ずれを
補正してくれるというのがこの機能になります。これにより被写体の、ビルとかの輪郭の部分の位置を合わせて合成することが可能になります。あとは合成を押すだけ。合成後の写真がこちらですね。比較してみるとノイズがきれいに取り除かれているのがわかります。見づらかった文字の部分も合成後の方がしっかり見えてきてますね。三脚を持っていなかったり、三脚の使用が禁止だったりなどで、撮影を諦めていた夜景写真もですね、このシルキーピックスの合成機能を使うことで、ここまで綺麗に仕上げることが可能になります。なので諦めずに撮影してシルキーピックスで合成してみてください。こちらシルキーピックスデベロッパースタジオプロ10ですが、30日間無料で体験ができますので、ぜひ皆様の写真でお試しください。また今後も製品の役立つ機能などをご紹介していきますので、ぜひこちらチャンネル登録をお願いいたします。それでは皆様ご視聴ありがとうございました。